はい、皆さんどうも、おみーなです。では今回もマジック動画にしていきたいと思います。ではね、有名なねマジシャンといえば、皆さんパッて思い浮かぶのは、まあよくいるあの方、ミスターマリックさんとかかな。まあ、自分も最初にパッて思い浮かぶのは誰って言われたら、まああの方です。であの方がやってられたマジックをちょっとやろうかと思います。でまず今回は使うカード、まず4枚のエース、4枚エース使います。なんでまず出しましょうね。1、2、3、はい。でまず4枚エース使います。でまあ4枚のエース使って何やるのと、まあ4枚のエースを使ったマジックなんていろいろありますが、ですね、だいぶ前のテレビになるんですけれども、ピエールさん、マジシャンの方いらっしゃると思うんですが、あの方俺一番大好きな方なんですけども、あの方とマリックさんが対決をするよっていう番組を見たんですが、まあ、その時にマリックさんがやられていたものですねを今回ちょっとやっていきたいと思います。でまずですね、今回はエースを入れるところもやりますので、でまずエースを適当なところへ入れます。でまあこれ要は全部のエースを入れてこんな感じで混ぜて、どこに行ってるかなっていうのを当てるゲームなんですけれども、ゲームじゃないな、マジックかなんですけれども、でなぜこのマジックをマリックさんはやったというと、やったのかっていう話なんですけれども、ですね、ピエールさんがですね、得意としてるエースを出すマジックがあるんですけれども、まあ、あれすごいかっこいいなって思うんですが、あのマジックをねピエールさんがやられた時に、素晴らしい手つきでエースを出されていましたねと。あ、すいません、これだけ言わせて、最後のエースだけこう中に入れておきますね。今までは混ぜていきましたが、真ん中に適当に入れました。ちょっとその説明をさせてください。こう今まであすごい丁寧にエースを出されていましたが、たかがエースを出すこと、まあすごい綺麗なマジックをされたのに、たかがエースを出すことのこと、出すぐらいのことか、両手を使ってとおっしゃってて、片手で見事あの方出されていたので、そう、それがきっかけなのか分かりませんが、片手でエースを出していました。でそれをねちょっと自分もマリックさんと同じようにちょっと手のこのテクニックを頑張って作ってみました。鍛えてみました。ではまず順番にとはいきませんが、エースね手の感覚だけで出していきます。もちろん裏はさっき見ていただいたキングで、もちろん上も違うカードですね。であと見ていただきたいのは、まあ、一応こうバラバラになってるよっていうことですね。では行きたいと思います。特に手には何も持っておりません。で一応こうやって、ごめんなさい汚いけど半袖を今着てます。ではまず1枚目、手の感覚だけでいきます。こちらです。スペードじゃないクラブの位置、もちろん先ほどと同じように上も違ければ下も違います。ではいきますよっ、ここハートの位置。それでですね、これ友達とかにやってて言われたんですけども、お前裏で出しててなんか小細工してんじゃないかと、表向きで出せねえのと言われました。なので表でもね手探りを頑張ってやっていきたいと思います。ではいきます。一瞬です。はい、確かにエースですね。で1枚です。では最後もねちゃんと出していきましょうか。ちゃんとやっぱ出さないとね
じゃあ最後いきます。はい、こちらですね。あれ、あで皆さんこれでミスったと思われた方いらっしゃいますよね、多分。ですね、はい、これもちょっとマリックさんのやつの見てだったんですけど、マジシャンっていうのはっていうか私もなんですけど、手先の感覚がだいぶ慣れてきたので、どっからでも出せるよっていうのを見せようと思ってこの 5を出させていただきました。なぜ5か、でちょっとこのエースをどかしましょうか。じゃあ肝心のエースどこにいんのとなりますよね。5っていうことはここから1、2、3、4、これが5枚目、そう、5枚目がスペードです。ではこちらが全て揃いますと。以上、マリックさんがやられて、テレビでやられていたエースオープナーでいいのかなのマジックご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。